ルは人を楽しませ、みんなを笑顔にするものだ。そのことを俺は、このデュエルで証明してみせる。超ワクワクしてきた。さあ、とことん楽しもうぜ、デュエル。行くぜ、俺のターン。ヒーローの力、見せてやるぜ。モンスターをセット、カードを伏せるぜ、ターンエンドだ。行くぞ、俺のターン、ドロー。これが今の俺にできる全力だ。カードを捨てる。フィールド魔法天空の光彩を発動。頼んだぞ、モンスターを召喚。モンスター効果発動。モンスターをペンデュラム召喚。惜しくも美しく輝く二色のマナコ、オッドアイズペンデュラムドラゴン。惜しくも美しく輝く二色のマナコ、オッドアイズペンデュラムドラゴン。バトルだ。オッドアイズペンデュラムドラゴンの攻撃、螺旋のストライクバースト。プレイヤーにダイレクトアタック。やるな。オッドアイズペンデュラムドラゴンの攻撃、螺旋のストライクバースト。させるか。リバースカードだ。トラップ発動。ターンエンドだ。行くぜ、俺のターン、ドロー。さあ、ワクワクしようぜ。魔法カード、ミラクルコンタクト発動。俺に力を貸してくれ。モンスターを特殊召喚。俺は魔法カード、ミラクルフュージョンを発動。それは墓地に眠るエレメンタルヒーローを融合させるカード。いくぜ、モンスターを融合召喚。バトルだ。砕け散れ。モンスターで攻撃。トラップカード発動。分断の壁。知ったぜ。けどすっげー楽しかったぜ。次は負けねえからな。そうだ、これが俺の目指していたデュエルなのかもしれない。相手が誰であろうと自分を信じて、俺のエンタメデュエルをやり抜くだけだ。私が立ち向かうのは、一点の光さえ失われた絶望という名の未来。デュエル！私のターン、モンスターを伏せます。フィールドにリバースカードを出します。フィールドにリバースカードを出します。私はターンエンドです。行くぞ、俺のターン、ドロー。手札から速攻魔法発動。レディース&ジェントルメン、頼んだぞ、モンスターを召喚。モンスター効果発動。揺れろ、魂のペンデュラム。天空に描け光のアーク。ペンデュラム召喚。現れろ、俺のモンスターたち。
惜しくも美しく輝く二色の魔の子、オットアイズペンデュラムドラゴン。惜しくも美しく輝く二色の魔の子、オットアイズペンデュラムドラゴン。カードをセット、バトル、オットアイズ。その二色の魔の子で捕らえた全てを焼き払え。螺旋のストライクバースト。モンスター効果を発動します。俺はプレイヤーにダイレクトアタック。かかった。リバースカードオープン。速攻魔法発動。あっ、ターンエンドだ。私のターン、ドロー。さあお見せしましょう。手札からモンスター効果を発動します。魔法カードを発動します。手札からモンスター効果を発動します。モンスターをペンデュラム召喚。お見せしましょう。モンスターを特殊召喚。このカード、モンスターを特殊召喚。お見せしましょう。モンスターを特殊召喚。モンスター効果を発動します。フィールドにリバースカードをセット。リバースカード、魔法カードを発動します。モンスター効果を発動します。フィールドにリバースカードをセット。リバースカード、魔法カードを発動します。私のバトルフェイズ、さあ攻撃です。トラップカード発動。分断の壁。私の負けです。このビジョンは見えていなかった。観客も対戦相手もモンスターもみんなが楽しめるデュエルを、笑顔になれるデュエルを。生半可な気持ちじゃダメだ。今の俺にできる全力でやってやれ。絶対に勝つぞアストラル。当然だユーマ。デュエル、行くぞ。俺のターン。カードを捨てる。ご覧に入れましょう。モンスターを召喚。モンスター効果発動。これが今の俺にできる全力だ。モンスターをペンデュラム召喚。惜しくも美しく輝く二色の魔の子、オットアイズペンデュラムドラゴン。モンスターを特殊召喚。さあお手並み拝見。ターンエンド。
私のターン。俺のターンだ。ドロー。魔法カード発動。ドドドドロー。ドドド一体を墓地へ送り、カードを2枚ドロー。ほい、ガガガシスター。ガガガシスターは召喚に成功した時効果を発動できる。出てやるぜ、俺と私の力を。ガガガマジシャンの効果発動。このカードのレベルはターン終了時まで宣言したレベルになる。装備魔法発動。ガガガリベンジ。来い、ガガガシスター。ガガガシスターのもう一つの効果。来い、ガガガキット。特殊召喚に成功したガガガキットのモンスター効果。行くぜ、オーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。ガガガリベンジの効果発動。モンスター効果発動。モンスター効果発動。装備魔法発動。ホッケースプラッシュ。モンスター効果発動。それはどうかな。リバースカードオープン。速攻魔法発動。俺は絶対に諦めねえ。ターンエンド。よく言ったユーマ。だがこの状況は。さあ、お楽しみはこれからだ。俺のターン。ドロー。手札から速攻魔法発動。出てこい、モンスターをエクシーズ召喚。モンスター効果発動。バトルだ。いよいよフィナーレです。盛大に行きましょう。プレイヤーにダイレクトアタック。でも足も出なかった。こんなんでデュエルチャンピオンになれっかよ。観客も対戦相手もモンスターもみんなが楽しめるデュエルを、笑顔になれるデュエルを。